はい、ドラゴンクエスト8 3DS のリメイク版実況プレイの第41回をやっていこうと思います。前回は、黒犬レオパルドを追って北の町へどんどん進んでいったら、雪崩に巻き込まれるも山小屋のおばあさんに助けと、その犬に大きな犬に助けられました。で、まあ、そのおばあさんは薬剤師、薬師だったんですけど、そこから預かり物をして、オークニスという町にいる男、グラッドさんで薬師に荷物を届けないといけないという使命があったので、オークニスという町へ来ました。で、オークニスという町でちょっとどこ行きゃいいか迷ってたんですけど、どうやら居酒屋酒場から外に出られるらしいということで、全部見たつもりだったんだけど、なんか見落としがあったようです。この酒場から、あ、ここに扉があるな。ここに扉があるので、これで出れると。ここが出てきた場所で、風が流行っています。こちら様に靴しくだと思う。その薬剤師さんはどこにいるんだ。この中庭っぽいところの家は、家に入ればいいのかな。入り口がどこだろう。看板がある。狼の目が出没しています。クズシのグラフの私が活動部屋に住んでいるが、地下室から出て地下通路を右へ右へと曲がっていた突き当たりようなのが彼の部屋。グラッドさん、小さなのがまた集まってきたから、あのメダルオーズの場所行かなきゃいけないんでしょうし、ルーラで行けたって言いますと、氷のチーズ、守りのため、ここしかない人がいる。狼が何度ももらった獲物を逃がさないんですって。よく恐ろしいよね。これ多分グラッドの部屋。あれ？ちょっと想像と違った。ここじゃないのか。右へ右へだと言って。右か？こっちか。ここまだ見てない部屋だ。爆弾を見かけた。さっきのメリーおばあさんの話は、薬湯を飲ませてもらって
は写真撮るやつだと思うんだけどさ、今撮ったの多分関係ないんだよね。一応撮れてる。そのクエストもらってからしか撮れないんだけど、撮るのないかじゃん。守りのルビーってなんだっけ、キメラの翼、これは調べられない。薬草園のとあのおばあさんなんてとこなんだけど、フラグ 全部回収しないとダメだよ。でしかも今のブラッドさんの部屋ではない。この地下道は分かりにくいもんね。裏口みたいな場所でした。ブラッドさんの部屋がまだどっかよく分かってないんで、ここがブラッドの部屋か。ようやくたどり着いた。とりあえず壺を破壊するぞ。屋上のカビ、外に変わった方がないようだ。あのおばあさんのニューク草だけ、あれの栽培がすごい。グラックの部屋はもう行ったわけだから、もういいか。待ち、この部屋の部屋ここにはもう用ない。おばあさんが鍵をかけて、いや場所、鍵をかけてたあのダンジョンで薬草を運んで、そこに攻め込む、攻め込む攻略に向かえばいいんじゃないか。どっから入ってきた。なんかぐるぐる回ってて見づらいな。モンデルあそこの街、なんか パリを模したようなその放射状の街だけ、あそこみたいな面倒くささがある。街から一気に外に出る時間はないんだよな。こっち逆だ。とりあえずあのおばあさんのとこの男女にもう一回向かいましょう。ぐるぐる回ってて、なんか酔いそう。どこから来てた。ここか。分かりにくいな。町の出口、入り口、地下道のつながり。ルーができるのか。いけるわ。前回ただ散策しただけのこの薬草園、ヌーク草を育っている場所の奥の
ダンジョンに多分行けば、なんだっけ、なんとかグラッドさんがいるんじゃないか。いや、おばあさんに話しかけるのか、一回。行かないわけでしょ。いや、まずおばあさんに話をつけるべきじゃないか。さっきの、多くにして街のイベント多分全部こなしたはず、ほぼ全員と会話したはずだから、多分フラグとかは全部回収したはずなので、もう一回おばあさんと話す必要があるのかな。ぐるぐる回ってて近道できないからめんどくさいな。おばあさんはどこにいたかというと、これの、こっちの奥だった気がする。薬草園はどうやって入るんだ。なんかドラグ回収忘れてる。それともおばあさんの鍵集めしてくれるのかな。これさ、この雪の上を登ってショートカットできないのがだるいんだな。もう一回奥に行くのかな。これどうすればいいの。ちょっと待てよ。検索するか。オープンス。オープンスの街でとりあえず全員と話したけども、クラッドさん、オープンス。おばあさんのなだれイベント終わって、オープニスに来ました。で、こっからどうするんだ。薬草園の洞窟に入りたいんだけど、どうやって先で進めばいいかがわからない。ドラクエイトで調べるのか。ドラクエイト、違うのが。スマートフォンとか iPad で検索すると、なんてタッチした場所がずれて違うのが、なんていうの、開いちゃうことあって面倒くさいですよね。今どこまで進んだかというと、薬草園のライドの音が起こるって。オープニス。いや、奥にしか行けるのかな。ちょっと待ってください。地図見る。ここでルーだけ使えるな。あ、ノーマップなんてことはよくわからんね。ちょっと一旦地図が見える場所に出ます。ここへ の薬草園の洞窟、あそこからはいけないんだけど、なんか違う場所から行けるのか、これひょっとすると。ルーラでちょっと遠くに迫っていきます。次の目指すべき場所は薬草園の洞窟って場所らしいんだけど、そこ行くのときでおばあさんのあそこから鍵開けてもらって入るかと思ったけど、どうやらそうじゃないらしい。で、今なんでこれ送電なんだよっていうのが、マップと整合性取れてないから。行ってなかった場所、こっちがあるんですよね。こっちの、こっちの北西の方に、北西のこっちかな。ほら、
こっちは行くと何か。こっちですね。なんだっけ。オークに住む町から見て、北西の場所に洞窟があるので、多分そこなんですね。場所間違ってのかな。あそこのおばあさんの家のところが行くのかと思った。この洞窟にどうやら、なんだっけ、なんとか、グラッドさんがいるんじゃねえかっていう。薬草園の洞窟ってここなのか。なんか勘違いしてたっぽい。なんかでかい狼って犬がいるぞ。ダースウルフェンです、これ。追ってくるのかな、これ。こっちか。逃げられない。あ、なんかたくさんいる。樹氷の竜。素早く遊んでたらいいらしい。逃げられない。あ、樹氷の竜強いね。もう10万円で樹氷の竜結構ヒットポイント高いのか。こいつ普通に雑魚戦こなすだけで1000経験値もらえた。なんかアイテムたくさんあるんだけど、初めて来るダンジョンなので一気に調べます。ツーケースをこれ初めて見ないと思う。なんだ、取れないのか。これ別に入手できるアイテムなのかと思って見ちゃうらしい。あのハエ男の色違いバージョンみたいな。逃げれたけど別に戦ったことない。どうなってんの。うまい記憶がない。これは別に何もないのか。滑る。これ落ちちゃうのか。お、なんだこれ。おい、来た。どうやらこの氷の道を登って歩いていく必要があるようだ。逃げれん。キラーマシンと戦闘になりました。ラジクロスと言わずに。58だね。そういえば今まで出てきたモンスターこの同じ姿で色違いなんで、あれはメタルハンターっていう名前だったんだけど、キラーマシンの方が上位モンスターなのか。氷の道を登っていく必要があるっぽいから、邪魔なやつ。これをどうやら滑らうまく滑らずに、あー、これ分かったけど、なんかどうやっても勝手に滑るのか。こっちだ。むず操作。むず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 、絶対滑るじゃんこれ。操作がクソむずい。変に操作すると落ちる。見づらい。うますぎていいのか。見づらい。視点切り替え。ああ、違う。違う違う違う。ちゃうちゃうちゃう。なんでこっち行くの。もう、やる、LR。ああ、何これ。見づらい。LR 同時押し、左右切り替え。めっちゃ、なんか操作がよくわかんなくなってきた。先制攻撃ずるい。
かバディグロスあんま聞かないな、キラーマシーンに。ヤンガスがレベル36に。他はレベル上がんなかったっすね。よし、これで奥進めるぞ。薬草に6つ近いみたい。向こうが行き止まりになっている場所か。宝箱が1個。えっ、エルフのものですよ。戦うしかないな、ここで逃げるか。これ左右ぐる回れる道が、じゃあどっちもあるとどっちから行けるんだ。こっちから行ける。おー、びくちゃ。あー、こっちもすぐ地下降りれる。多分こっちが地下の地だから外れな気がするけど、一応行ってみよう。あー、外れというか、なんだろう、これ宝でもあるのか。悪魔の尻尾、鍵を開けた。2100ゴールド。これ以外は特に何もなさそうだから上に戻ります。あ、逃げれない。ブリザード、全身の力だな。仲間なんだ。ブリザード倒してバースウルスに、バースウルスに攻撃。魔物の群れをやってきた。経験値はちょっとしょっぱい。あー、こいつ反応速度が速いから避けられんかな。なんかここまでのモンスターよりも、てかダンジョンが狭いからか、逃げれない気がする。マジクロス言わないように両方当てれば倒せる。呪文で一掃できるのはかなり楽な感じ。呪文攻撃考えるんだったら、ゼシカやっぱ杖のスキルを強くするべきだったのかな。また滑りそうな場所。この宝箱で、宝箱すごい。もう小さなものが過ぎやろ。よしそう。ああ、なんか避けようとしたら逆に当たったんだけど。呪文ですぐ終わるから楽だ。クーラーレベル36に上がった。
ね、薬草なんだろうけど、これは別に拾えるわけではない。さらにさらに地下へと進んでいきましょう。地下3階へ。避けられる戦闘を避けたい。向こう向いた。行き止まりっぽいな。止まりがない。完全に行き止まりになった。お、どうした。何が来たかのやつ。じゃあ、ぐるっと一周しちゃうと。多分またあそこの雪に、雪を登らない。あ、登れない。ん？登れない？どうするんだろう。どうやって登るんだ。どっから上に登るんだ。なんか道具とかないよ、特別に。ね、どっかに行ったんだろう。なんだ。あんまり戦闘はしたくないんだけど、見つかる。アイスピック。ジェシカのメトレスキーすごい。お墓のアプリやばくね。やばい、寝返された。先生で魔法感とされると呪文が跳ね返されてしまう。つらい。どっから登るんだと思ったら、ここから登るんだな。え、これ登っ、あ、わかったぜ。これで、鶴の上を通るのか。やはり。余計。なんか、やけにつらら落ちてくる数多いなと思ったけど、これのフラグだったのか。レーザー攻撃ないの？強っ。何そのレーザー攻撃。魔物の目をやってた。なんかもはやも相手の回収もだるくなってきたからサボっていいですかって感じなんだけど。落とさせるなんてあれが
多分一つの攻略の鍵になっていて、ああ避けれん、なんでこんな主人公遅いんだ歩くの。数多すぎ。操作性悪い。よかったんじゃなんで戻ったんだろう。あそこから行かなきゃいけなかったんでしょうが、いここだ、取れないじゃん。このつららを渡っていくと思うんだけど、ああもう何回こう雑魚戦やるにはいい。7落とすことはいいんだけど、多分数が足りないんだろう。同じ道行きつつもすごいだるいな。こっちじゃねえよね。避けれない。もう逃げていいですか。こんな経験値1000円ぐらいしかもらえない戦闘なんかにやりたくない。何回も通ればいいんだ。これ3個ありゃ取れるわ。つららを3個落とすっていうのは3回このなんていうの意識しろってことなのか。それ気づくのも遅かったよ。もう
たるぞ。このブリザード聞いてくれかな。逃げる逃げる逃げる。助けてくれ。体が凍えてしまって動けないんだ。助けて。ポープを使わないんだ。トープ使うのそうだね。何回目だろう。4回もっとたくさん使ってる。スライドパッドがずっとしてるいるんだね。あ、ここか。多分あれ回り道を作るためにつららでまた道を作るかもしれないんだけど、どこがつららで落ちてくるポイントかわかんない。1個でいいのかな、つららは。多分これで十分っぽいかな。多分これで向こう行けるよね。トープが小さすぎてマップの全体図がよくわからんから見づらいんだけど、とりあえずこれで戻るよ。ブラッド、この洞窟で薬草の採取をしていたら突然狼に襲われて、慌てて奥に逃げ込んだら落ちてきたつららに閉じ込められて出られなくなってしまったんだ。寒い。とにかく何とかしてまず体を温めなくては。その袋は、まさか君たち、もしかしてその袋はメディという人から預かったものじゃないのか。そうで。なるほど。クスシメディがこの私に渡すようにと君たちに託したものなのか。君たち、その袋を開けてくれないか。何が入ってるんや。メディの袋を開けます。やっぱりムークソウか。ちょうどいい。本来なら薬湯にして飲むものだが、生のままでも。袋の中が出ました。やべえ。こらぬくそやべえ。なんだこれ、唐辛子みたいなもんか。やっぱりぬくそは生で食べるものじゃないな。やばいな、こいつ。
まあ粉になってなかっただけマシか。あれは目や鼻にでも入ったらひどいことになるから、とにかく体は温まった。ありがとう、君たちのおかげだよ。それとあの人のおかげか。まさかこんなことが起こるのを察していたわけじゃなかろうが。ところで君たち、オークニスに戻るつもりなら私も一緒に連れて行ってくれないか。ありがたい。それじゃあご一緒させてもらうよ。体は動くようになったが、帰り道にまたあの狼に襲われたら危ないからね。これさ、ギレミトって使えないよね多分。あ、使えるのか。使えるってここで狼かな。1,2,3,4,5、5匹。こいつら、私が出てくるのを待ち伏せしてたのか。それにしてもこんなにいるなんて。君たち、狼だと思って油断するなよ。こいつらただの獣じゃない。お前もダースウルフェンと違って多分ストーリー上の敵だから、ヒットポイントとか攻撃力多分高いんだよ、ね、イベント戦闘だから。あれ ?8 匹いた。普通に数が多いだけだった。ダースウルフェンたちはやってた。いや普通の雑魚敵と一緒だった、すいません。まだいる。うわあ、助けてくれ君たち。くそ、こいつらなんで私ばかり狙うんだ。マーティ、そのものではない。確かに賢者の血を感じるが違う。本物は別にいるはず。真の賢者を探すのだ。今の声は一体、それに真の賢者だって。いやまさかな、そんなことあるはずが。真の賢者、ひょっとしてあのおばあさんなのか。とりあえずこの人連れてオープンしてみる。なんかこれでイベント発生するかな。ようやく戻ってこれたか。ありがとう、本当に世話になったね。ところで迷惑ついでに、ちょっと君たちに話しておきたいことがあるんだ。ここじゃなんだから、とりあえず私の部屋まで行こう。話はそれからだ。またあそこ行かなきゃいけないか、だる。ここまで一気にワープしてくださいよ。そこに出る扉はここだ。さて、まずは私とクスシ・メディの関係について話しておかなくてはならないね。隠していたわけではないんだが、実は
あの人は私の母親なんだ。あの山小屋の裏にある遺跡、本当なら私は母の後を継いであれの守り人になるはずだったんだよ。それがどうしてこの町で暮らしているのか。私は家を、母を捨てた人間なんだ。私は母から学んだ薬草の知識を人々の役に立てたかった。だがあの山奥にいたのではそれは難しい。そこで私は家を出て、この大国巣でクスシとして人々のために尽くす道を選んだんだよ。しかし夢を叶えても私の心は晴れなかった。母一人を残して家を出たことが後ろめたかった。そして今日、君たちが母からあの袋を託されて私の前に現れたんだ。本当に嬉しかったよ。母が私の生き方を認めてくれたような気がしたからね。いつでも子供のことを見守り、その子が困っていれば助けようとする親なんてのはそういうもんじゃよ。で、身の上話をするためにわしらをここまで呼んだのかね。何か頼みでもある様子じゃったが。ああ、すまない。実は母に関わることでどうしても気になることがあるんだ。君たちも聞いただろ、狼に襲われた時に聞こえたあの不気味な声を。多分、黒い犬、ボロマジスじゃなくてウルボロスじゃなくてなんとかって言うんですよね。あの声ですね。あの声は私のことを指して、賢者の血は感じるが違うと言っていた。真の賢者を探していると。も実は私の家系にはかつて暗黒神を封じた賢者の一人の血が流れている。そして同じ血を引く者は私以外には母しかいないはず。ならば真の賢者というのは、あのメディおばあさんの真の賢者の羊。そう考え始めたら母のことが心配になってきてね。とにかく様子を見に行こうと思うんだ。そこでどうだろう、君たちも一緒に行ってくれないか。正直私一人では心細いんだよ。そうか、行ってくれるか。それじゃあ善は急げだ。早速出発しようじゃないか。グラッドさん、すまないけど病人を一人見てもらえないか。まったく、そんな格好で酔いつぶれてりゃ風邪ひいて当然だろう。いや、悪いが今は急いで。気持ち悪い。頭がクラクラする。死ぬ、死んじまう。いや、これ実際そんな大した病気じゃないでしょう。分かった、すぐに見よう。ちょうどいい薬草が手に入ったところだったんだ。薬草かな。こういうわけだ。すまないが私の方はしばらくここを離れられそうにない。必ず後で追っていくから、君たちは先に母のところへ向かってもらえないか。何もなければそれに越したことはないんだが、とにかく頼んだよ。はい、というわけで今回は薬草園の洞窟をちょっと場所分からなかったので探して、薬草園の洞窟奥地まで行って、このクスシグラッドさんを救出して、メリーおばあさんとの関係、親子、母親と子供ってことを聞いて、母親の心配して見に行ってきてほしいってことで、またおばあさんの家に戻ろうと思います。では今回はここで終わろうと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。次回以降のモチベーションにつながります。ではまた次回。 See you next time. Bye.